小売山の渡辺です寅さんの奥さんのツイッターアカウントをちょっと何気なしに覗いたところですねなんだかすごいメッセージが貼られててあれ朝こんなのなかったよなぁと思ってとてもちょっと気持ちが暗くなってしまったんですけども何が書いてあったかというとですねアカウント機能の一部を一時的に制限しました。この 新しいトラさんのアカウントですね。ツイッターのルールに違反していると判断したため、アカウント機能の一部を一時的に制限しました。この状態でもツイッターを閲覧できますが、フォロワーに直接メッセージを送信することだけに制限されています。ツイート、リツイート、いいねはありません。アカウントは11時間と58分後に 復元されます。っていうようなメッセージがスクショで貼られていましてですね。ご婦人が、あなたはまだ私のトラさんをフォローすることができます。彼がツイートするまで少し時間がかかります。神はあなたを祝福します。言論の自由。というような内容のツイートがされています。トラさん、昨日かおとといのツイートで、 弾劾裁判でこれから反撃に出るよっていうようなツイートもされてましたよね。田さんからみんなに対するメッセージを何としてでも遮断したいっていうそういう強い意志だとは思うんですけれども、これって暴力ですよね。これが許されていいんだろうかと改めて何とも言えない気持ちになり、田さんが 頑張っっっっててててて戦くれていいてありりがたいって思った思もしますそしてちょっとなんか嫌な気持ちになってインスタグラムを確認して覗いてみたんですがインスタグラムの昨日紹介した田さんのアカウントもなくなってるんですよね私の気のせいならいいんですけれどもでフェイスブックもあると言っていたのでちょっと覗いてみたんですけども なんかないみたいなんですよね。とりあえず事実のご報告でした。それではまた。ありがとうございました。